はい、こんにちは。大堀一二三でございます。さあ皆さん元気でしょうかね。さあ久々の動画投稿になるわけですけれども、さあ今回はですね、私の、いつもの定番のコーナーね、大堀一二三のアコギのすすめありますけれども、そこからですね、またやっていきたいと思いますが、今回はですね、アコースティックギターの、ちょっとした、お話ということで、スケールのお話をしたいと思います。スケールっていうのはね、幻聴のことを言うんでございましてですね、私のね、いつも使っているギブソンの J45 ですけどもありますが、スケールっていうのはね、このナット、この白い部分ですね、これナットって言いますけどね、ギターの。ナットからですね、ブリッジ、ね、この、ここにかけてね、ここから、ここまで、ね、弦の長さのことをスケールって言うんですけどね、このスケールというの、ね、何、そのスケールがどうかしたのか、いう人いるかもしれませんけども、このスケールっていうのが、我々弾き手にとってはある意味その大事な要素の一つにもね、なってくるという、今日はお話をしていきたいなというふうに思いますけれどもね、ちょっとね、やっぱりなんていうのかな、ギターをやっぱたくさん弾いてきたからこそ分かるそのスケールのお話なんですけれども、ぜひちょっと耳を傾けてみてください。弦聴が変わればね、ネックの長さもね、変わっていくということもあるわけなんですよ。スケールっていうのも、レギュラースケール、そしてね、ミディアムスケール、そしてショートスケールっていうね、主にこういう3つのね、部類に分けられるわけなんですけども、大体アコースティックギターはもうロングスケールかショートスケールかみたいな、どっちかというとこう二分化されることの方が多いんですけれどもね、ギブソンの J45 ですけどもね、これはね、実はね、比較的短いスケールなんですよね。先ほど言いましたように、レギュラースケール、ミディアムスケール、ショートスケールと言いましたけれども、これはね、ミディアムスケールという長さにあたります。いわゆる、ショートスケールという部類にも入るわけなんですけど、ショートスケールという人もいますけどね、だいたい630mm前後。24と4分の3スケールなどという言い方もありますけども、大体長さがね、630mm 前後ぐらいです。それよりちょっとこう、ミリ単位ですけどね、長かったり短かったりはするのはあるんですけどね、このギブソン G45、正確に言うと628mm ぐらいなんですけれどもね、マーティンのトリプル O とかダブル O とかね、そういったのもね、ギブソンスケール、ちょっと長いぐらい、634mm ぐらいですかね、高めになると630mm ちょうどぐらいみたいなんですけどね、それちょっとね、多少の前後はありますけど、大体こう630mm を、プラマイするぐらいのっていう感じのね、長さなんですね。大体ギブソンスケールっていう話をしました。ギブソンスケール、ギブソンのアコギに限らず、エレキでもね、採用されてるスケールの長さなんですけれども、このギブソン J45 に限った話ではあるんですけども、弾いてても思うのは、確かにギブソンっていうのは、アコースティックに限った話なんだけれども、非常に硬い音ではあります。特にこの J45 っていうのはマオガニサイドバックですので、確かにこうガツンというところもあるんですけどね、でもね、その中にもね、ちょっとしたこうまろやかさみたいなものがあってね、この弦聴がね短くなると押さえやすくもなるんですね。指のかかり具合っていうか、だいたいアコースティックギターって硬いなって思うことが多いんですけど、だいたいそれでもね、比較的ソフトなテンションという言い方をするんですけど、ソフトなテンション感を持つスケールの長さなんですね、このギブソンのスケールっていうのはね、ミディアムスケールで、抑えやすいし、そして柔らかい、どっちかというと柔らかい音色とも言われるんですけどね、だからこの G45、今も言いましたように、硬い音質の中にもちょっとこう、ちょっとしたまろやかさみたいなものがあるんですよね。はい、だからちょっとテンションは緩くなるんです。緩めのテンション感だからこそ、出せる音もあってね、例えば G45、今も言いましたように、硬さの中のそのまろやかさっていうのもあるし、そしてね、やっぱりこう弾いた手の力にね、ちょっと弦のね張りが負けるというか、こう手の力の方が勝っちゃうっていう、こうガンってガンっていう、こういうガツンという音がするじゃない、バコッっていう音がするんだけども、こういったなんかこう、この張力が手の力に負けるがゆえのその独特のこう響きあるサウンドっていうのもね、魅力の一つなんですよね、このギブソンスケール、ミディアムスケールのね。だからね、そういった意味じゃこの、G45 に代表される、ハミングバードなんかもね、ミディアムスケールに部類入るわけなんですけれどもね、そういった採用してるのヤマハもね、 FG とかでもそういうふうな採用してるものもありますけれどもね、比較的テンションはソフトになりますね、テンションはちょっと緩くはなるんですけども、その緩さがゆえの、まろやかな音でも、その中にも硬い音があるよっていうのがまたあったりする。いろんなメーカーにも個性があるんだけどね、そういったのがあるということでね、いわゆるミディアムスケール
ね、ギブソンスケール、ちょっと短めのスケールですね。はい、そしてこれね、私が以前からねずっと使ってるこのジャパニーズアコギね、ヤマハですけれどもね、まあこのヤマハの長さね、スケールはですね、だいたいまあ650mm ぐらいあるんですけれどもね、この LA38 も5タブに漏れず650mm ぐらいあるんですけれども、レギュラースケールとかね、フルスケールとかロングスケールって言い方もするんですけどね、まあだいたいこう647mm を前後するぐらいですかね。このヤマハっていうのは 650mm なんです。ちょっと長い。マーティンだと例えば 644mm ぐらいですか。45mm っていうのもあるんですか。645とか44とかですかね。あるいは、高めだと 644mm ぐらいという。これが大体通常のまあいわゆるフェンダーとかでもね、25と2分の1インチっていうんですけれども、そういう長さがね、代表されてるわけなんですけれども。まあギブソンで言ったら例えばダブとかね、J200 とかありますけど、そういうのもロングスケールですし、あるいはそうですね、マーティンで言うならば、D タイプであるとか OM スタイルであるとかっていうのはだいたいロングスケールが採用されてるってことになります。これもちろんこのヤマハもそうですね、ヤマハの L シリーズとかもだいたいロングスケールが多いです。で、まあロングスケールやっぱりね、あの弦の張りがやっぱりその分まあミディアムスケールよりもちょっと1センチとちょっと長いぐらいではあるんですが、またこれが結構なまたね影響を及ぼすんですよ。ちょっと長めであるということはですね、やっぱりそれなりの張りが出ると言います。張りが出る、つまりこう手応えがあるっていうんですか、こう例えば握った時でも、あ、ちょっとあなんか手応えがあるなみたいな、こう握り心地があったり、あるいは弾いてこう見たりする時にちょっとこう張りのあるというか、こうシャキッとしたっていうのかな、あの非常にこう弾く力にも負けないそのテンション感、弦のテンション感っていうのが出るんです。で、張りが強いとかっていう言い方をするんですけどね、そういうサウンドを醸し出すことができるという。だからちょっとやっぱ長めであるとね、例えば本当に硬いというか、もう本当にパンチの効いたとかね、ボリューム感があるとかっていうという話をね、するわけなんですけれども、やっぱりね、あのショートスケールよりもちょっとやっぱ音量も上がるしね、まあ本当に、まあ、このヤマハもにしてもね、もう本当こう弾いてても分かるんだけど、まあこれはローズドサイドバックなんですけどね、まあはからんだんですけど、まあやっぱりこうこうガツンとくるところもやっぱりありますよね。まあヤマハってもともと繊細な音なんだけども、それでもやっぱりそのロングスケールゆえのですね、その張りの強さみたいなものもやっぱり感じます。レスポンスが早いみたいなのもあるし、まあ、本当にねロングスケールっていうのもいろんなまたギターにも採用されてる、まあショートスケールに負けないぐらいね、むしろそっちの方がまあレギュラーのスケールなんで、そっちの方が一般的なスケールといっても過言ではないわけなんですけれども、まあそういうロングスケールと呼ばれるものがあるわけですよね。まあただね、どのギターにしてもね、出荷される時にはもう僕らみんなね、弾き手が弾きやすいその設定はしてあると思うので、あくまでもこのスケールの長さの違いっていうものは一般的なお話ではあるんですけれどもね、まあそれぞれ僕らにとってもその弾く好みみたいなものもこのスケールの長さによって違ってくるという、たかだか1センチとちょっとだけなんですけどね、弦の長さの違いっていうのだけどもね、それがまたね全然違ってくるんですよね。例えば曲によってやっぱりちょっと張りのあるサウンドが欲しいとかなると、やっぱちょっとスケールの長めの方がいいのかねとかね、あるいはちょっとこうやっぱり長時間やっぱ弾いてて疲れないものであったり、まあ、緩いテンションであるがゆえのこうなんていうかまろやかさの中のその歯切れの良さみたいなものも入れたいなと思って、やっぱちょっとショートスケールといいますか、ミディアムスケールっていうのを選びたくなるよねっていう風に、こうまあ弾いてるうちに分かってくるんです。僕もね最初の頃はねそんなこと分かりませんでした。その弦の長さとかネックの長さとかっていうものもがあるっていうのもね、知らなかったし、やっぱり音色だったり見た目だったりというものにどうしても目がいってたわけだけど、最近はね本当やっぱスケールの長さっていうのをやっぱ判断するというのは本当大事なことだなって最近はすごくつくづく感じておりますね。やっぱ僕はねやっぱりこう弾いてて疲れないものがいいのでね、それとやっぱりそのまろやかさの中のその硬い音みたいな、やっぱギブソンのに代表されるような感じがやっぱいいのでね、やっぱギブソンスケールだってレギュラースケールっていうのがやっぱどうしても短めのスケールの方がちょっといいなと思ったりもするんですけどね、まあ、ただねやっぱり曲によって張りのある音が欲しいなと思うと、やっぱりロングスケールのものもやっぱり欲しいなと思えば、どっちもどっちですよね。どっちも取りたいみたいなねえ、どっちも欲しいなっていうのがあるんですけどね、まあだからそういったのも一つの判断のね、こうスケールの長さっていうのも判断のね一つに、ギターを選ぶ上でのね一つの大きな、まあ、要素に、するといいんじゃないかなっていうお話を今日しました。じゃあ最後まとめて言っておきましょうね、スケールにはですね、いわゆる、レギュラースケール、ミディアムスケール、ショートスケール、これね、ショートスケールって一番短いんです。
そしてレギュラースキルが一番長いということになります。もちろんね、リッケンバッカーみたいにちょっと特殊なね、リッケンバッカーの325みたいにものすごい短いようなスケールのやつはあるっちゃあるんですが、まあそれはまあ例外としてもね、まあ、大体そういう3つの分類があります、ね、アコースティックは大体こう二分化されることが多いと言いまして、まあ、ロングスケールかショートスケールかっていう感じで、ギブソンは大体ギブソンスケールと呼ばれるものが採用されていたり、マーティンだと例えばフルスケール、ロングスケールのものが多いとかね、まあ、いろんなメーカーからいろんなまたその長さが出てるわけね、まあ、主にそういうスケールの長さっていうのは大体こうパターンがあるんですけどね、まあそういうことでね、まあ短ければ短いほど、短いほどにね、弾きやすくなり、しかし音色はまろやかになる、ちょっと音量落ちるよ、スケールが長くなればですね、ちょっと張りのあるサウンドも出せますよ、音量も上がりますよ、ただちょっと、弾くにはちょっと力がいりますかねという、どっちを取るかというのはなかなか我々プレイヤーにとっての判断基準難しいんですけども、まあ一つの、参考にしていただけたらなというふうに思います。ということでまた次回お会いしたいと思います。大堀123でした。ではさようなら、バイバイ。